はい、どうもタンタンです。今日は久しぶりに格前のニューモデル出来上がってまいりました。こちらもね、うちの方で、材を選定するという形で、極上の材料ですね、 5A グレードといって良い、こちらのハワイアンコアを使ったモデルとなっておりまして、まあ、見ての通りね、全体にびっしりと綺麗にカーリーがこんな感じで入っているモデルとなっております。ヘッドの方もそうですね、はい。でまあ、材選定の他にですね、うちの方のカスタムということで、このねサドル、このレレチューンのこのサドルのこの辺ですね、この辺をね面取りしてもらって、ちょっとできるだけこうこの辺の角が痛くないような加工をしてるっていうのも、まあうちの、カスタムになっているという感じでございます。こちらはね、去年から変わった新しいブレーシングパターンの方のニューバージョンのモデルのカスタムとなっております。で、これのね、独特のスケール感、 BC のシリーズは普通のまあコンサートとテナーの間ぐらいかな、400ミリちょっとぐらいのスケールになってて、こうテナーっていう感じのこうテンション感ではないですね。結構柔らかくて意外と弾きやすい感じもしますし、まあ、うちの方のカスタムということもあって、ちょっと弦高もね低めにセットしてもらってるって、かなり弾きやすい感じのという感じで、まあ、コンサートよりもまあ少し長めの、ね、スケール感がいいなっていう方でも、やっぱりテナーの、本格的な、ね、長さだとちょっと張りもきついですし、それちょっと弾きにくいかななんて感じている方には本当ぴったりなモデルかなと思いますし、この16フレットジョイントですか、独特の、ね、このジョイントの場所によってかなりこの辺の音も使いやすい、押さえやすいですからね。これの音も非常に綺麗に出ますし、やっぱりこのレレチューンというこのシステムによって、ハイポジションのこの辺りの和音の感じもね、非常に綺麗に聞こえるんじゃないかなと思います。独特のテンション感、音の雰囲気っていうのは癖になる一本かなと思います。ということで、こちら
角前の、うちのカスタムですね、タンタンカスタムになります BC2P ですね、オールハワイアンコアのかなりバリッとトラメの出たカーリーの出た1本となっております。こちらもね、もちろん1本ものになりますので、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。